シーザー・ミーゲル・バルデスは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトをミギウチ。MLB のボルチモア・オリオールズ所属。A 級、サウス・ベンド・シルバー・ホークス時代2005年に、アマチュア・フリーエージェントで、アリゾナ・ダイヤモンド・バックスと契約して、プロ入り。2010年まで、参加のマイナーチームでプレーし、2010年5月3日に、メジャー昇格して、 同日にメジャーデビューを果たした。9月13日にリーフとなり、16日に参加のトリプル a 級リノ A シズへ配属された。2010年12月9日にザック・デュークのトレードでの後日発表選手としてピッツバーグパイレーツへ移籍した。2011年6月5日に後日発表選手、または金銭とのトレードでフロリダ・マーリンズへ移籍した。その後、 6月28日にトレードでトロントブルージェイズへ移籍し、参加の AA、A、級ラスベガスフィフティィテワンズに送られたが、翌日に自由契約となった。オフにベネズエラとプエルトリコでウィンターリーグに参加した。2012年にメキシカンリーグのバケイロラグナに加入し、11勝8敗、防御率5.27の成績を残した。オフにドミニカ共和国でウィンターリーグに参加した。 2013年も12試合に先発したが5月30日に自由契約となった6月22日にアグアスカリエンテスレールロードメント契約したが1試合に当番したのみで27日に自由契約となったオフにベネズエラとドミニカ共和国でウィンターリーグに参加した2014年はどの球団にも所属しなかったオフにドミニカ共和国で ウィンターリーグに参加した。2015年にタバスコキャトルメンと契約し、23試合に登板して13勝8敗、防御率2.63の成績を残した。ラマゴモンキーズ時代2015年8月24日に CPBL のラマゴモンキーズと契約。しかし、8試合で2勝3敗、防御率5.52と不審で、同年限りで対談。 この年のオフもドミニカ共和国でウィンターリーグに参加した。2016年1月1日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。この年は参加の AAA 級フレズのグリズリーズでプレーし、12勝1敗、防御率3.12と高成績を残したが、メジャーに昇格することはなかった。 2016年12月にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。2017年はシーズン開幕前の3月に開催された第4回ワールドベースボールクラシックにドミニカ共和国代表に途中から選出された。シーズンでは3カの AAA 級ナッシュビルサウンズで開幕を迎え4月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし7年ぶりに メジャーの試合に登板した。5月3日にディーフとなった。2017年5月5日にウェーバー工事を経てブルージェイズに移籍しトリプル A 級バッファロー・バイソンズに送られた。その後20日にメジャーに昇格。アーロン・サンチェスの故障シャリスト入りに伴って先発ローテーション入りし7月25日のアスレチックス戦で7年ぶりにメジャーで勝利を記録した。 11月1日にマイナー契約となり、翌2日に自由契約となった。2018年3月16日にかつて所属したメキシカンリーグのキャトルメンと契約した。5月1日に自由契約となった。その後、7月29日にユカタンライオンズと契約した。二千十九年はライオンズで十五勝二敗、防御率点二六の好成績を残し、 最多値を受賞した。2020年1月4日にメジャー復帰を目指しライオンズを退団した。2020年1月10日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。8月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、29日に3年ぶりにメジャーの試合に登板した。9月4日のニューヨークヤンキース戦でメジャー初セーブを記録し、 チームのヤンキース戦での連敗を19で止めた。ありがとうございます。